この第二巻木炭石膏デッサンには、大鏡像の木炭石膏デッサンに取り組む人のために、ブルータス鏡像の木炭石膏デッサンの制作過程を取り上げてみました。なお、木炭デッサンに必要な用具や基本的な技法に対する解説は第一巻で取り上げてありますので、第一巻を参考にしてください。このテープでは2人のデモンストレーターにそれぞれ別の位置からブルータス鏡像を描いてもらい、その過程を交互に編集・構成してあります。正面やや右側から描写してもらったデモンストレーターをこのテープの主役にして、大鏡像への基本的な取り組み方とデッサンの過程に見られるさまざまな問題をなるべく具体的に取り上げてみました。やや左側の位置から逆光で描いてもらった脇役のデモンストレーターは、石膏像の柔らかいトーンを生かした描写力を持っています。特に木炭の色や微妙な陰影の調子を学んでいく場合の参考にしてください。なお、このテープは60分にまとめられていますが、約12時間の制作過程の重要なポイントをできるだけ生かすために、数箇所に約2倍の早送り編集を取り入れ、60分テープの中に約90分の制作過程が収録されています。このブルータス石膏像はルネッサンスの大芸術家ミケランジェロによって制作された大理石彫刻をもとに型取りされたものです。荒々しいのみの削り跡を残した頭部、顎をぐっと引いて一点を見る毅然とした顔つき、立感のみなぎる首、大きく張った胸と、その胸に一層豊かな涼感をもたらしているゆったりとしたコスチュームの流れなどに、ローマの武人であり政治家であったブルータスの人間像が見事に表現された堂々たる鏡像です。この彫刻の大きな特徴は、首の付け根を支点に頭部と胸がくの字型になっているところにあります。ダイナミックな力道感にあふれた全体の印象がどのような構造によってもたらされているか、頭部や首、胸などの相互関係をよく観察してしっかりと学び取り把握していく姿勢が大切です。今回このカリキュラムで脇役となるデモンストレーターの描写位置から見た石膏像です。光線はほぼ逆光になり、後頭部やコスチュームの調子の変化が微妙で、構造が捉えにくくなっています。後頭部のボリューム、首の動き、胸の張りと奥行きなどに特に注意してください。これが今回主役となるデモンストレーターの描写位置から見た石膏像です。光線は2分の1光に近く、全体の構造はくっきりと現れています。正中線をもとにして、各部のつながりや
動きなどの相互関係の観察ができ、像全体の流れや量感を把握するのに適した位置です。客観的な観察と把握が要求される石膏デッサンでは、正しい姿勢で描くことが大切です。第一に、視線をあまり移動しないで観察の結果が無理なく画面に移行できるように、石膏像と画面と目の位置が決められていること。第二に、背筋がまっすぐに伸び、足が十分に踏ん張られて安定していること。第三に、画面に腕をまっすぐに伸ばして描写できる位置に画面があること。第四に、後ろに反り返って画面全体が見渡せることなどが正しい姿勢の主なポイントです。描き始める前に、まず木炭紙の中心を決めます。これは、対象像を画面に正しく入れることを計画する上で大切なことです。用紙の縦、横の辺をそれぞれ軽く2つに折って中心を出し、薄く十文字に線を引いて、画面の中心を決めてください。この画面の中心に対して、対象像の中心をどこに置くかによって、画面への設定が決まります。画面の中心に対して対象像の中心をどこに置くか、画面に対してどのような大きさに設定するのが適当かなど、画面全体の上下左右のバランスや鏡像の量感を描き出すために適した位置や大きさをデスケールで観察してください。ブルータスのような大鏡像を描く場合、その全体が画面に入るように設定すると、どうしても小さくまとまった感じになり、鏡像の量感が表現できません。鏡像の一部が画面で切れるくらいに設定することによって、鏡像の大きさも出せ、画面も大きく見せることができます。このデモンストレーターの位置から見たブルータス像の場合、頭部の一部と、向かって右側の肩が画面から少しはみ出すぐらいに設定すれば、画面のバランスも取れ、鏡像の大きさや力強さを出すことができるでしょう。画面設定の見当がついたら、画面の上に像の輪郭を大まかに取っていきます。この場合の輪郭は、画面への基本的な位置づけを確認するためのもので、デッサンの出発点ともなるものです。このデモンストレーターは、画面の中心を基準にしながら、この中心に対象像の首の付け根を置き、そこから上下、左右、胸、首、頭などのプロポーションや角度をスポークを使いながら大きくつかみ取っていきます。この輪郭は、あくまで制作の基本的な基準にすぎません。軽く当たりをつけていくような感じで、薄く描いてください。
対象像の輪郭を書き出し、画面への基本的な設定が決まったら、正中線を書き出して、頭や首、胸など各部の角度やつながりを確かめます。正中線は体の中心を二分する線のことで、この線によって像の動きやプロポーションをしっかりとつかむことができます。正中線上で顎の下から鼻の下までの長さと、鼻の下から額の髪の生え際までの比率や、コスチュームのひだの重要なポイントを確認してください。また、顔の向きに対する首の角度や、首と胸の角度など、それぞれのつながりや像全体の動きを正中線を基準にして、しっかりと把握してください。基本的なプロポーションが取れたところで、面取りタッチに移ります。面取りタッチは、対象像の面の角度に沿ってタッチを入れていくことで、これによって対象像の立体的な構造の成り立ちを観察し、把握してください。これはちょうど彫刻家がのみで大きく面を削り取って、人体や顔の基本的構造を彫刻していくのと同じ意味を持っています。石の中から人体を掘り出す代わりに、木炭紙という平面上で対象の立体的構造を削り出していくと思えばいいでしょう。こうした対象の捉え方は、特に石膏像や人体などの対象の立体的な構造を理解する上で大切な心構えといえます。根岸先生がデモンストレーターに面の大きな方向とそれに対するタッチの指示を与えています。石膏デッサンに対して全てこうした書き出し方をしなければならないというわけではありませんが、特に構造の把握が十分にできない初心者にとっては、このように面の展開を捉えていくことは対象の基本的構造を確認する上で良い勉強になります。
全体の構造がほぼ固まったところで石膏像の前に立てて検討しています。初心者にとってはここまでの過程が大変重要です。ここまでの観察が正しく行えるようになれば、石膏デッサンで最も大切な対象の客観的な把握に必要な手続きがある程度理解されてきた証拠です。デッサンは時々このように石膏像のところまで離して実物と冷静に比較検討してください。これは主役のデモンストレーターから見た石膏像です。ここでちょうどデモンストレーターがデスケールを通して石膏像を眺めた時と同じように、画面と同じ比率の枠をこの石膏像に当てはめてみましょう。二重の枠の内側が画面です。これがほぼデモンストレーターの設定と同じ枠取りです。同じ枠の大きさで右に寄せると画面のバランスは失われます。左に寄せても同じことが言えます。今度は枠を大きくして対象の全体を入れてみました。石膏像の大きさやダイナミズムが失われてしまいます。これはこの位置から見た石膏像の基本的な骨組みです。顔と首と胸のつながりや動きを作り出している元になっています。それではここで石膏像の左後方から逆光で描くデモンストレーターの描写過程を少し見てみましょう。この位置から見ると頭の両肝と張り出した胸のバランスが取れた鏡像であることがよくわかります。このデモンストレーターには対角線で画面の中心を決めてもらいました。この角度から捉えたブルータス像はちょうど画面いっぱいに設定することで安定感のあるバランスの取れたものになります。頭から胸へかけてのくの字型の大きな流れに注目してください。石膏像の大きな動きの中に現れた構造をこのデモンストレーターはつかもうとしているようです。同時にその動きを陰影の調子の流れとしても捉えていこうとしているようです。
再び主役のデモンストレーターの描写に戻ります。最初の調子がつけられバッグが塗られています。バッグを描く場合には石膏に当たっている光の明るさとバッグの明暗のトーンとの関係をよく観察してください。対象像の影側のバッグと明るい方のバッグを比べると影側の方が少し明るく見えます。この基本的な関係を把握することによって空間の奥行きが表現されていきます。胸の部分にはコスチュームのひだがあって、表面的な見方をしていると、ひだの複雑な流れに惑わされて、基本的な面の展開を見失いがちです。ここに重ねた図のように、ひし形の面を中心にした面の展開が見られます。細部に惑わされず、まずこのような基本的な面の展開を発見し、形の成り立ちを学んでいくことが大切です。ギリシャやローマ、ルネサンスなどの古典的名作をモデルにして学ぶ石膏デッサンの大きな意味がこうしたところにもあります。デモンストレーターはコスチュームのひだの流れを観察しながら少しずつ調子を加えていますが、石膏像の上で確認した面の展開はまだあまり意識されていないようです。基本的な面の展開がしっかりと意識されていないと、ひだの流れを描いても全体の形が締まりのないものになってしまいます。
コスチュームのひだの場合と同じように、両頬にもちょうどひし形の面が見られます。デモンストレーターの観察や描写にはまだこうした面の認識が十分ではないようです。こうした認識がないままただトーンを塗っていくと、トーンと形の一体感がないものになってしまいます。まだ木炭の調子がバラバラに見えるのはそのためです。頭部や顔の陰影の調子を塗るときでも、画面全体の調子の中で見ていかないと、描写が部分的になり、調子が外れて画面から浮き上がってしまいます。顔と頭部の調子はこれでは強すぎるようです。思い切ってぐいぐい描いていくのが必ずしも悪いというわけではありませんが、その場合でも常に全体との関連の中で捉えていかなければなりません。人当たり全体の調子がつけられたところです。再び逆光で描いているデモンストレーターのデッサンを見てみましょう。逆光の複雑な陰影のトーンを注意深く追いながら、石膏像の構造を追っています。しかし、まだ全体の調子を探っているところです。木炭の切り口に注目してください。面を大きく削っていくように使われている木炭は、ちょうど切り出しナイフのように先がシャープに尖っています。初心者は木炭の先が丸く白木のようになってしまいがちですが、それは表面的に形をなぞろうとするからです。だいぶ調子がつき、
コスチュームのひだなどの流れや調子に観察が進んできました。主役のデモンストレーターのデッサンを石膏像の前に置いてみました。少し調子がつきすぎて全体に鈍い感じになっています。形の観察もまだ不足しています。石膏像の前へ立てかけて確認したことの修正にかかっています。頭部の調子が黒すぎたのを弱め、バックの調子も明るくして、全体の調子も再検討しています。まだ上から下までの暗い流れが途切れ途切れで、全体につながってきません。コスチュームの最後の表現に移る前に、細部の構造や調子をよく観察してみましょう。細部の描写にだんだん手をつけ始めましたが、細部を描写するときも、細部と全体の関係がよく捉えられてないと、デッサンに緊張感がなくなってしまいます。
右側の肩から首にかけてのハイライト部分には、背中や首の裏側へ回り込んだ見えない部分の量感や形を暗示する上でも大切なところです。ハイライト部分は光線が反射して構造や調子がつかみにくいものです。注意して観察してください。仕上げの段階の細部の観察と描写について、根岸先生に手を入れてもらいました。後頭部の空間に接した形を正しく捉えることによって、立体の見えない部分の量感を感じさせることができます。調子の変化と面の展開は一体化しています。細部を描くときも、これは大切な観察の要点です。面のつながりと調子の変化を注意深く観察してください。
細部を描くときには木炭をペーパーやナイフで削って尖らしておくことが大切です。肩や首の輪郭部の調子は一本調子にならないようによく注意して描いてください。空間の中にシャープに輪郭が切り込まれていないと形はどうしても弱く締まりのないものになってしまいます。仕上げに近づいて全体の調子は整ってきていますが、コスチュームや側頭部の細かな描写が不足しています。しかし逆光の柔らかい影の調子はよくつかめています。細部の表現が弱いのでまだ緊張感に欠けています。
仕上げの書き込みに入っていますが、全体を見渡して布の形にまだ狂いが見られます。思い切って直しましょう。形の狂いを直すときは、前の形が頭に入っていてなかなか直せません。前に書いた形を吹っ切るように心がけて、思い切って直すようにしましょう。細部に観察や描写が進んでくると、それまで気がつかなかった形の狂いが見つかることがあります。どの時点でも狂いを見つけたら、ごまかさずにしっかりと直してください。ほぼ完成に近づきました。さまざまな試行錯誤を繰り返しながらも、それにめげず、何度も何度も見直しては書き進めることで、次第にデッサンが固まってきます。そうしたデッサンを何枚も書き重ねることで、自然にテクニックもついてきます。最初は技法に走ることを考えず、じっくりと対象像に取り組む姿勢が大切です。主役になってもらったデモンストレーターの描写過程からは、特にそのことを学んでほしいと思います。完成です。全体の調子も整い、影の調子や明るい部分の裏側に回り込む調子もよく出ました。明るい側の輪郭は一本上子になりがちですが、このデッサンでは動きを伴った彫刻的量感や立体感もよくつかめています。ただしこの場合は必ずしもバックを入れる必要はなかったようです。バックを描くのは、石膏の後ろに石膏との空間がはっきりと出せるような窓枠や他のものが置かれている場合が良いでしょう。
木炭の塔も美しく、対象の触覚感が強い存在感を伴って描き出されています。細部まで緊密な描き込みが行き渡り、対象の構造と触覚感がしっかりと捉えられ、緊張感のある優れた石膏デッサンになっています。欲を言えば、もう少し省略を加えた部分があって、伸びやかな空間感が表現されていても良いように思えます。